いただきたいと思います。ありがとうございます。おめでとう。ヘビー、これが一番身分が上だ。メール返ってきました。イエーイ、セットしてもらってます。こんにちは、木崎舞です。はい、今日は特に企画とかではなくて、石川県に帰省しているということなので、何日間か Vlog 動画を撮っていきたいと思います。今回の帰省は編集とか撮影で結構時間が追われてて、そんなに友達とかと遊べなくって、今回友達と遊ぶ予定が入ってたのが帰省して最初の日と今日とあと13日、あと結婚式もあるんだけど、でその4回だけ友達と遊ぶ予定になってるんやけど、はい、今日はその友達と遊ぶ日です。楽しみで、今日会う友達は2月に誕生日だったので、誕生日をお祝いしようと思ってプレゼント渡して、あと今日夜ご飯行くんだけど、そこで誕生日プレートも出したいと思います。あとそれまで一緒に今日占いに行くんだけど、めっちゃ楽しみ。今日は車を運転して、今から友達との約束は2時ぐらいからなんやけど、今まだね午前10時ぐらい。ちょっと服買いに行きたいなとかも思ってるので、とりあえず服買いに行ったり、食べに行きたいアサイーボールがあるからそれも食べに行って、でいろいろブラブラして2時になったら友達の家に向かおうかなと思います。てかさ、石川県昨日めっちゃ雪降ったんですよ。見ます？じゃじゃーん、ちょっと積もってます。雪積もってるね。かっこいいね今日も。キャイン、こちらにはりんちゃんもいます。かわいい、猫ってマジ癒し。見て、カルバンクラインの下着を買ったんですよ。だからこんな感じでチラ見せ。かわいい、ずっとこういう格好したかったんですよ。なんか思ったよりさ、上の服持ってくる量が少なかったから、今日上の服買ってインスタの写真撮ろうかなと思ってます。インスタグラムフォローしてね。よし、じゃあ今からお出かけ行ってきます。それでは今から向かいたいと思います。車の使い方がよくわからん。よし、行きます。ちなみにこのメガネはファッション用なのでドアないです。よし、行くぜ。めっちゃお腹すいた。てかさ、久しぶりの運転本当に楽しいんですけど、最高すぎ。お腹すいた。今日ね、夜ご飯はビストロ系の食べ物を食べに行くから、まあそんなに多分量は食べないんだけど、今めっちゃお腹すいたな。あー、どうしよう。食べたいものが2つあって、スープカレーかアサイーボールなんだけど、あーめっちゃ迷う。さっき私アサイーボール食べに行くって言いましたよね。はい。でも友達と合流したらワンチャンなんかカフェで甘いもの食べたりするんかな。うわ、どうしよう。でもアサイーボール食べて女子力向上みたいなことした方がいい気がする。一応ダイエット中なんで。痩せたんですよ、5キロぐらい。今53キロぐらいなんだけど、停滞期でマジこっからが痩せないの。あー、でもスープカレーめっちゃ食べたい。そこのスープカレーめっちゃ友達がさ、毎回毎回美味しいっていうの食べたいな。いやー、田舎だね本当に。楽しい。でもこうやってさ、車運転しながらカメラ回したことまだ一回もないですよね、個人チャンネルで。一応これでも石川県にいた時は4年間運転してたので慣れてます。着いたー。結局アサイーボールを食べたいと思います。よし、行こうかな。なんか結構すごそう。行ってきます。買ってきた。テイクアウトにしました。マジで美味しそうなんだよ。わー、やばい、見て、じゃ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 ん。私はピーナッツバターが乗ってるアサイーボールにしました。美味しそう。めっちゃお腹いっぱいになりそうじゃない。美味しそう、やばい。ちょっと待って、くっついた、くっついてる、いい、くっついてる。うん、うまっ。ピーナッツバター写真撮らなきゃ。いただきたいと思います。やばい、めっちゃ入ってる、美味しそう。いい。おいしい、最高。うん、フルーツがベリーとイチゴとキウイとバナナいっぱい入ってる。マジでうんまっ。ナッツ、なんかよくわかんないけどカリカリしたやつもいっぱい入ってて、めっちゃお腹いっぱいになると思うこれ。
完食しました。ごちそうさまでした。めっちゃ美味しかった。結構お腹いっぱいなんですけど。で、今からちょっと服買いに行きたいと思います。で、1時か1時半ぐらいに友達のところに行って、なんかパン屋に行きたいらしいので一緒にパン屋に行ってパンを食べて、で、そこから占いとか行きたいと思います。ちょっと時間ないから急ぐわ。よし、ゴー。マジでさ、ここら辺の道懐かしすぎてやばいんですけど、よくここら辺の付近のイオンで遊んでたんですよ、中学生の時とか。懐かしすぎ。はい、買い物行ってきました。で、早速クスラエで買ったトップスを着てます。めっちゃ可愛い。てか晴れてきたし最高なんですけど、ちょっとねミニ丈になってるデニムのトップスを買いました。これ上着にも使えるし1枚でも着れるしって感じで、超可愛くてずっと欲しかったので買いました。で、今から友達を迎えに行って、友達行きつけのパン屋さんに行きたいと思います。楽しみ。お腹すいた。動画撮っとる。何やる？美味しそう。はい、ということで友達が来ました。イエーイ。こんにちは。映っとる？映っとる。画角がわからんから。めっちゃどこら辺まで映っとる？ここ今合流してパン屋さんに来ました。ニオール。ニオールです。あの、サッシーがストーリーで、サロンデュショコラってわかる？ニオールが出店して。えぇ、すごい。で、あの、サッシーがそこで、ニオールのパン食べて、美味しいってストーリーだった。え、すごい。では、紹介お願いします。コーラー。練乳クリームの入ったパン。ここ綺麗やから、ここ。あ、ほんとだ。え、かわいい。かわいい。こちらが、生ハムが入ってて、バターが塗ってあるらしいです。これが、なんか、人参とか、オレンジも入ってます。うまそう。食べますか？はい。いただきまーす。乾杯。乾杯。動画には不向き。うん、美味しい。生ハムやばくない？うん、生ハム。こんな美味しい生ハムあんまなくない？うん。これ強制しとったらやばいね。うん、だから強制しとるとき前誘えんげん。うん。絶対無理。バーガーとかより無理。今何時ってか。3時から占いなので。やったー、楽しみにしてた。でもさ、そこの占い行くの友達は ?3 回目。やばいかも、時間。前に2回目。え、嫌よね。行った方がいいよね、もう。うん。え、めっちゃ久しぶり飲んで、うまっ。買いましたー。ありがとう。ここに私いるんです。あとでサインしてもらいまーす。サインしまーす。うん。あー、行くぜー。食べるパン。うん。ミルクでしょ。うん。MILK でしょ。ミルクね。練乳なのにミルクでしょ。ミルク。皆さんもぜひ石川県に来たらニオール行ってみてください。寒すぎる。雪が。降らないでーす。行ってきまーす。ハッピーバースデー。わあ、ありがとうございまーす。おめでとう。受け取りまーす。2月9日誕生日でした。ありがとうございます。お母さんと一緒に。そうや。ありがとうございまーす。これはただ匂いついてるだけ。ありがとう。はい、こちらです。ヘッドスクラブです。これマジでいい。最高やん。やばいよ。最近、地肌ベトベトするなと思って。え、これやったらさ、2日間風呂入らんくても、これつけたらめっちゃ泡立つようになるよ。きたねー。ちなみに匂いはラベンダー。え、ちょっと匂いごめんかも。匂い嗅いでみまーす。怖っ。好きです。え、本当に？そんなに濃くないから。あ、マジ？うん。よかった。イエーイ。ありがとうございました。めっちゃ天気いい。うまそう、これ。あ、美味しそう。カモのロースト。美味しそう。ビーツのソースと、じゃあビーツとバルサミコや。死ぬ、バルサミコのビーツや。柔らかい。ラーメン。おめでとう。はい、今日は
家族みんなプラス荒木社長で焼肉に行きました。イエーイ。霧崎エイジメインチャンネルの撮影の後です。はい。お母さんはまた恥ずかしいことしました。はい、もうすごい疲労感です。だこれオフザキエイジですね。オフザキです。皆さん今日の反省会しましょう。じゃあ反省会、いつもサクさんに頼ってばっかりでね。本当にね、最近ね、本当にサクさんには苦労かけてますわ。ちなみに今日の企画は24時間で一番誰がお金を稼げるのかっていう企画をしました。まあ私一番稼いだけど、でも稼いだ理由わかるよね。つまりサクさんのおごりということでよろしいですか。違う違う、一番稼いだよね。なぜかというと体張ったから。ケーピーケーピー、俺が一番身分が上だ。いやいやいや、私が一番こういう自己主張が強い家族だから仲が悪いんですよ。美味しい。仕事終わりの一杯ってうまいね。今日ちっちゃくていいの？ビール大きいのあった？なかった。あ、ごめんごめん、サクさんが握ったから小さく見えた。ね、あんたちょっと今日一日中トゲないけ。結構ムカつくねんけど。そんなことないですよ。嫌いや。好きだよ俺は。嫌い嫌いは好きなうち。俺は好きだよ。ねえ、50-50解散するよ。いや俺好きだって言ってるやん。あ、そう。挨拶せんくていいの？せーの。あららぎ。さきの50-50。さて今から牛とディープキスしていこうと思います。あららぎくん、最後にディープキスしたのいつですか？とサクさんいつ？誰だったっけな、俺忘れた。ちなみにお父さんとお母さん最後にディープキスしたのはいつかな？してないもん。でもサクさんの下よりもちょっと綺麗だよ。いや私の下見たことないよ。ちょっとええー、いやねえ。楽しい家族やわ。お肉いただきます。ビール欲しいなって。クソジジイやもん。おいしい。うまっ。いただきます。多分体力持ちます。レバーうまそう。おいしい。うまそう。最近レバーマジっす。あの生レバー食べたよね。レバー刺し食べた。めっちゃうまかった。今食べれるもん。まーちゃん食べたことある？でも多分タイヤゲートに来てたかな。あ、ほんと。あ、スープうま。うん、おいしい。これ大丈夫な？ほんとに。パパ邪魔。すいません。いただきます。レバーいただきます。レバー。マジで大丈夫なママ？じゃあ食べんな、お前。うまっ。うまいね。バーサシー。バーサシー。みんなおいしい？じゃあバラ最高。おいしい。めっちゃ美味しい。え、焦げない。うんうん。ねんねん。欲しくない。ねんねん。お酢はいっぱい入れます。おいしい。変なとこ入ってるな。この間俺スパゲッティ入ってたって。そのままおいしてハエになればいいのに。ひどいと思いません？こんな日なんすよ。ばあちゃんじいちゃん死んだら洗濯どうするの？コインランドリー。自分でしろよ。うん、できんもん。めんどくさいもん。なんてコインランドリーも普通の洗濯機も変わらんよ。暗。そちらの報酬はいくらかかるんでしょうか？はい、今日は今から20年来の親友に会います。会うのめっちゃ久しぶりで、マジで1年以上ぶりなんですよね、会うの。マジで楽しみ。今日はその親友と夜ご飯を食べに行きます。お腹空いた。この Vlog 見てたらわかると思うんだけど、めっちゃ食べてるのね私。だからちょっと太っちゃいました。お母さん掃除機回してます。多分もうその友達が来るので待ちます。今からチュールをあげます。チュールチュール、チャオチュール。美味しいか、みーちゃん？チュール。友達来るから逃げた。人が来ようとすると逃げちゃうんですよね。残っちゃったチュール。イエーイ、友達と行ってきます。行ってきます。バイバイテト。バイバイテト。今からご飯を食べます。ご飯です。やばい、 iPhone 画質悪すぎ。入れるのでしょうか？予約してないんですよね、このお店です。鳴らしますか？鳴らします。乾杯の儀式。ケーピー。全然違うやん。お召し上がりくださいませ。ありがとうございます。クーポンで買いました。おごりありがとう。いきなりなんですけど、今からネイル変えてきます。行ってきます。やばい、ちょっと時間がやばい。普通に
ネイル変えてきました。可愛くない？わかりにくいんだけど、薄めのピンクにハートのパーツをつけました。久しぶりに石川県のネイルに行きました。よし、ということで、ちょっとお腹空いたので、今から一人でお昼ご飯を食べに行きたいと思います。はい、帰ってきました。いろいろ買ったので紹介したいと思います。こちらもうちょっとで友達の結婚式なので、これ何系？ご祝儀袋、うん、ご祝儀袋を買ってきました。なんかパッと見これが一番いいなと思ったので選んでみました。続いてはビーゴーでこちらを買いました。長めのグレーのソックス、ずっと長めのグレーのソックスが欲しかったので、ちょうどウィゴー大先生にあったので買いました。はい、続いてじゃじゃん、これはシースルーの靴下です。これこそ結婚式に履こうと思って買いました。続いてこちら、こちらもウィゴー大先生で買いました。リボンのピアスで、最後の最後にこちらウォンジョンヨンダブルデイリームードアイムプアイシャドウパレットを買いました。ずっと欲しくって、これ東京でどこのお店見ても絶対にないんですよ、ウォンジョンヨのアイパレット。でも石川県のプラザにありました。じゃじゃん、可愛すぎ。それでは今から編集したいと思います。おはようございます。3月15日金曜日、イエーイ。今からお母さんとお昼ご飯を食べに行きます。うちのやすしの妹がやっているお店があるんですけど、そこにお昼ご飯食べに行きます。いつも帰省したら毎回行ってるんやけど、今日はカメラも回したいと思います。行ってきます。ちなみに編集も止まってるんですけど、その後に行きたいカフェがあるので、そちらの方にも行きたいと思います。それ初めて今聞いたからね、私いやよね、私の予定も聞かずに。あなたの予定は何だったんですか、うん、今日昼から寝ようかなと思って今日は昨日買ったアイパレットでメイクをしてみました。どうです？行ってきます。着いた、ぴょーん、道の駅めぐみ白さん、美味しそう。私もつ煮込みうどん、どうしよう。もつ鍋うどんと、私は鉄板ナポリタンにしました。いただきます。いただきます。美味しい、ま、ナポリタン大好き。美味しい。早くの、ま、この出汁が最高。本当このもつも美味しいし。美味しいよね、最高。ごちそうさまでした。あったかいね。今日は石川県めちゃくちゃ晴れです。まあ15、6度あるね。え、そんなある？うん、え、マジもう春の格好やん。足太い。大丈夫大丈夫。どこだけ来るの？カフェに向かってます。着いた。着きました。おしゃれ、ね。桃のジュース今お入れします。ありがとうございます。美味しそう。かわいい。になって。美味しい。美味しい美味しい。プリンも美味しそう。私はいちごボンボンみたいな名前のやつにしました。20秒。美味しい。美味しい。おお、濃厚。え、絶対かわいい。いただきます。うまい。良かったね。美味しい。プリン。体調的に。うまっ。うまいよね。そうならないと。今日お手頃すごい。多いですね。はい、今お家から帰ってきて編集してたら、お家から帰ってきて、あ、違った、今カフェからお家へ帰ってきて、そっから編集したら結構夜になりました。8時ぐらいです。今から夜ご飯を食べます。今日の夜ご飯は超うまそう。いつも美味しそうですけどね。当たり前でしょ、はい、幸せなことだよね、自分の日常とって飯を食うってことは。しかもお母さん作って栄養バランスがバッチリ。やばいよマジ今日。じゃじゃーん、
やばくない？なんか煮物とふきと油揚げの煮物、コールスローサラダ、ナスと鶏肉のハラミの炒め物で、レンコンとかぼちゃのフライと、あと薄切り豚肉のピーマンを中に入れてチーズ入れました。で、味噌汁はキノコとワカメとミョウガとネギ、それはトマトと玉ねぎのマリネです。美味しそう。あ、東海オンエアが復活するよ。3月15日やろ。え、今日？あ、今日や。今日よ。一人の女によって全てをぶち壊された東海オンエア復活。美味しそう。で、昨日のうちこんな、あ、作り込めるよな。うまっ。懐かしい味するこの味噌汁。あ、うん、うまっ。うるさいな、あの人。ゆっくり食べまーす。はい。はい、今日は3月17日です。で、今日は友達の結婚式ということで、今から結婚式に行きたいと思いまーす。その前に美容院で髪の毛のセットを予約したので、今からセットしに行きたいと思います。で、今お母さんに送ってもらってます。おはようございます。おはようございます。私はこの後タイマン屋でたい焼きを焼けます。頑張ってください。フルに両と前に使われてます。はい。私物心ついてから初めての結婚式なので超楽しみ。ちっちゃい時は何回かあったけどね。ちょっか、友達で結婚した初めてやろ。あ、めっちゃおるかも。いっぱいおるん。いやー、でも同じ小学校の子はおらんけど、同じ中学の子は何人か結婚しとる。結婚式でも動画回していいという許可を友達から得たので、ちょっと回していこうかなと思います。それではレッツゴー。イエーイ、セットしてもらってます。イエーイ。石川県の時ずっと通ってた美容室です。イエーイ。セットしてくれてます。ありがとうございます。イエーイ。出来上がりお楽しみに。できました。かわいい。ありがとうございます。オッケー。変えたから。おいしい。キスして。はい。あんまテロップ貼らんかもかな、多分。メインのお肉。これがこのペアニューのやつかな。オッケーオッケー。いいよ、価格いいよ。いいっすか。いいよいいよ。美味しそうだね。いただきます。北陸。小籠包。青菜たち。いや。いや。美味しい。めっちゃうまい。めっちゃニンニク。いや、確かにうまい。はい。ああ。うまこれ。はい、今日は私のチャンネルの YouTube 撮影終わりにお寿司に来ました。お寿司来ました。イエーイ。味、いただきます。うん、うまい。やっぱり石川県お寿司食べないとね。いただきます。うまっ。豚から揚げ、ウニとイクラ、これうまいわ。キラキラ。味噌汁も来ました。うまそう。エビの頭が入った味噌汁。うん、やっぱ美味しいウニってうまいね。まずいウニ嫌い。みんなも石川県に来たらもりもり寿司行ってみてください。ね、いっぱい食べます。